シューワーグナーのガラスモザイク。上部の文字は、ウィンターヒルフスワークでドイチェンウォックス1935-1936。バーデンビュルテンベルク州のブレイスマリ博物館所蔵。当期援助活動は、1933年から1945年までのナチスドイツで社会福祉組織である国家社会主義公共福祉が、年次で実施した貧困者への事前募金活動。 当期休品運動、当期貧困救済事業、当期救済事業などとも訳される。当期援助活動のスローガンは、誰も飢えたり凍えるべきではないであった。この活動は、ハイン・リヒ・ブリューニング政権下の1931年に開始されたが、1933年に政権を獲得したアドルフ・ヒトラー政権下でも継続し、ヒトラーは後に WHW を 唯一の信頼と呼んだ。活動は1933年から1945年まで、10月から3月までの期間に実施され、厳しい季節の間に不幸なドイツ人に食物、衣服、石炭などを提供することを目的とした。ナチスドイツの中央集権の一環として、小記に直接与えるよりも寄付することをポスターが人々に促した。ヒトラーユーゲントと、 ドイツ女子同盟がこのチャリティへの募集に非常に活躍した。個人を超えた民族共同体を設置する努力の一環として合計金額は個人別ではなく発生した支部別に報告された。すべての異なるナジス関連団体に特定の週末が割り当てられ、1または2ペニヒと交換に特別のバッジが配られた。これらのバッジは木、ガラス、紙、 テラコッタ、金属、プラスチックなど様々な異なった素材で作られ、非常にコレクション性のあるアイテムとなった。第二次世界大戦集結までに8000種類を超えるものが作られ、そのいくつかは現在でも高額で売買されている。最初の年は3億5810万丸区分の金製や物品を提供した。翌年の冬からは送金額は着実に増加した。 ありがとうございます。